神浅尾ダムは、岐阜県鴨茂郡白川町、一級河川、木曽川、水系飛騨川に建設されたダムである。中部電力が管理する発電専用ダムで、高さ13.2メートルの重力式、コンクリートダムである。飛騨川流域における水力発電事業の中では、初期の事業で1926年に完成した、歴史の古いダムである。 下流の鴨郡群引草町にある神浅尾発電所の取水元であり、27000キロワットの電力を発生させる。また、独立行政法人水資源機構が管理する木曽川用水の取水元でもあり、上流の岩やダムから放流された水が貯水池から取水され、岐阜県中部の上水道や灌溉用水にも利用されている。そして百六十八年に発生した、 日田川バス転落事故の舞台にもなったダムでもある。上浅尾ダム発電所が建設された秘密橋。切り立った断崖が両岸に迫っている。日田川流域の電源開発は日本電力と東方電力の2社が同時並行で進めていた。1919年6月後に東方電力に吸収される岐阜電力の前身、岐阜工業は ひだがわ中流部の発電用水利権を取得。ひだがわ第一、ひだがわ第二、ひだがわ第三の三発電所を建設する計画を立てた。このうちひだがわ第三発電所計画として選定されたのが、秘密橋の上流部にあたる鴨も西白川村、川わま崎、すなわち現在の上朝さをだ地点であった。1922年岐阜電力は、 東方電力と提携することになり、この時点で日田川第一発電所を金山発電所と、改め、上朝お地点については、日田川第二発電所に名称を変更し、翌1923年6月8日に、事業変更申請の許可を、岐阜県より受けた。同時期、鉄道省が、高山本線を、上朝お駅まで開通させたことから、 当初よりも着工を早めて1924年4月にダム及び発電所の工事に着手した。鉄道による物資輸送が工期の短縮に貢献し、当初の予定よりも1年4ヶ月も早い1926年11月14日に完成させることができた。上朝おダム完成の同月、東方電力社長、松永安左衛門は岐阜電力の権利義務をべて取得し、 事実上合併させた。東方電力は、その後、発電所下流の下朝を地点に、下朝を発電所を建設する計画を1928年に、立てたが立ち消えになっている。同時期東方電力は、上朝をダムの他に下丸ダム、大船渡ダム、七層ダム発電所、5650キロワット、桜ダム、川辺ダムを相次いで完成させ、さらに、 日田川水系の発電所から放流された水を平均化して木曽川に流化させるための逆調整地として大道電力と共同で今渡りダムを木曽川本流に建設する計画を立てた。ところが戦時体制の強化が国家の課題となり電力を国家管理すべきという意見が軍部や官僚から強く出された。そして1938年電力事業を国家が一元的に 統制するための電力管理法が成立し、翌1939年日本発送電が発足。東方電力は強制的に解散させられ上朝尾ダムを含む日田川の全水力発電所は国家管理のもとに置かれた。しかし、太平洋戦争の敗戦後日本を占領、統治した連合国軍最高司令官総司令部は日本発送電を戦争に協力した。 独占資本として、過度経済力集中排除法の第二次指定企業に1948年指定し、1951年の電気事業、再編政令によって、全国旧電力会社に分割、民営化させた。そして基礎川水系の発電用水利権と発電施設は、基礎川を、関西電力が、日田川を、中部電力が保有することになった。こうして、 上浅尾ダム、上浅尾発電所は、東方電力が施行、完成させ、日本発送電による国家統制を経て戦後中部電力が管理を継承し、現在に至っている。上浅尾発電所と新上浅尾発電所。新上浅尾発電所の取水元は、上浅尾ダムではない。上浅尾ダムは、飛騨川と白川の交流点より 2km 下流に建設された。 ダムより放流された水は一旦、ダム下流で日田川に合流する細谷に建設された調整地、細谷ダムによって蓄えられ、ここから圧力水道を伝って、七総町上浅尾にある上浅尾発電所に送水される。ダム名は、この上浅尾という地名から取られているが、上浅尾地区にあるわけではない。発電所は、秘密橋の断崖上に建設されているが、これは、 洪水地の急激な水上昇から発電所設備を守るための対策であった。またダムの右岸には長い漁道が独立して設けられているが、これは発電所建設の際に許認可を持つ岐阜県が水利権使用許可の条件として漁道を設置し漁業権を保護することを要求したためである。この漁道は高山本線の車窓から全容を眺めることができる。6月から8月にかけて、 漁業対策として漁道に一定の水量を放流している。その後、平川は、平川流域一貫開発計画によって上流に、朝日ダムや秋上ダム、高根第1ダム、高根第2ダムといった大規模ダム式発電所が建設されるに及び、これら大規模発電所との整合性を持たせて、発電効率を向上させる狙いで、1959年に、 電力行政を司る通商産業省が策定した第四次水力発電調査において、上浅尾発電所の再開発を行う計画が立てられた。これが新上浅尾発電所の事業補端である。だが、終戦後にも新上浅尾発電所建設の計画があった。戦後全国の河川は治水整備の地帯と森林の無計画な伐採によって、台風や豪雨の土に、 深刻な水害を招いていた。内閣経済安定本部は、水害の続発が、日本経済復興に、重大な影響を与えることを危惧し、1949年に、河川海底改修計画を基礎側を含む、全国12水系で計画した。基礎側においては、1951年国土総合開発法によって、基礎特定地域総合開発計画が策定。 この中で日田川に大規模な多目的ダムを建設する計画を立てた。洪水調節と発電を目的にした高さ60.0メートル、総朝水容量7900万立方メートルの大規模ダム、くたみダムである。このダムが完成すれば直上流にある上浅尾ダムが水没し上浅尾発電所の機能が停止するため、くたみダムを水源として、 最大6万2000キロワットを発電する新上朝を発電所が建設省中部地方建設局によって計画された。だが、くたみダム計画は立ち消えとなった。その後前日の理由で再度計画が浮上し、新上朝を発電所は1987年6月24日に運転を開始した。最大6万1400キロワットを発生させる。 上浅尾発電所に隣接して建設されたが、取水元は上浅尾の名こそついているが、上浅尾ダムではなく、上浅尾ダムの直上流に建設されている、名倉発電所の取水元、名倉ダムである。この新上浅尾発電所運転開始により、飛騨川流域一貫開発計画はその役目を、事実上置いている。岩屋ダム。木曽川用水上流部の水源であり、 ダムから放流された水は、上浅尾ダム貯水池で取水される。木曽川用水白川取水港。岩屋ダムの水はここで取水され、導水管を通じ岐阜県中濃地域に送水される。日田川は水量が豊富であり、水力発電の開発には公的地であった。しかし考えについては、峡谷が深すぎて取水ができずほぼ、手付け数となっていた。だが、 戦後の食料不足を解消するための考え事業が、日田川においてもようやく行われ、川辺用水、森山用水、米田用水が建設されて600ヘクタールが、潤されたが、急激な農地拡大には対応できなかった。また、中京圏の工業、商業発展は、上水道、工業用水道需要の増大を招き、こうした水資源開発の必要性が論じられていた。 基礎特定地域総合開発計画によって、愛知用水が建設され、下半島に水が供給されるようになった後、農林省は基礎川用水の建設を1964年に計画。基礎川上流部と下流部の2区域に分けて、広域の農地に灌漑用水を供給する。構想としたが1965年、水資源開発促進法による。 水資源開発推計に木曽川水系が指定されたことで事業は水資源開発公団が継承。以後公団が事業を施行した。公団は木曽川用水上流部の水源として、松田郡金山町に岩屋ダムを建設、そこから放流された水を下流樹液地に送水するための調整地として、上浅尾ダムの貯水池を選定。 中部電力との協議により発電に影響を及ぼさない範囲での利用許可を取り付け、貯水中側に2門のゲートを持つ取水口を1974年3月に完成させた。ここから最大で毎秒9.54立方メートルの水を取水し、延長9.9キロメートルの白川道水路を経て、美の鴨市の鉢や調整地と鴨群ぐみやお町にある上、 飯田がち地で再度貯水された後用水路によって各所に送られる。この木曽川用水によって、三ノカモ市石市、鴨モ群の農地3533ヘクタールに、灌溉用水と、上水道を補給。また、電気機器や精密機器工場などが進出した三ノカモ市などの工業団地に、工業用水を供給する。上浅尾ダムは、 こうした基礎川水系の水資源供給にも一役買っているが、こうした発電専用ダムを利用して用水路の取水を行う例は比較的多く、木曽川水系でも愛知用水と関西電力の金山ダム、東農用水と関西電力の落合ダムが同じ方法をとっている。上流にある倉ダム、上浅尾ダムと連携して水位例作戦を実施した。 天津白木区の塔上浅尾ダム運用開始から42年目の1968年8月18日午前2時頃、上浅尾ダム直下で観光バス2台を巻き込む大規模なガテクズルが発生した。当日は記録的な集中豪雨で道路が各所で寸断されており巻き込まれた観光バスも乗り倉だけへ向かうツアーを中止しバス5台の車列をなして 名古屋市へ戻る途中で立ち往生していたところだった。巻き込まれなかった他のバスの運転手らが、上朝小田ム見張り所に向かい、事故の発生を知った職員は、警察署に通報。同時に、消防団と協力して、残りのバス乗客を退避させ、二次災害に備えた。朝になると、ニュースで全国に報道されたほか、警察、消防や自衛隊が行方不明者の捜索を開始した。 中部電力も大勢の社員を派遣し、下流の川辺発電所に対策本部を設置して支援した。2台のうち1台は川底に埋まっており、中部電力は、上浅尾ダムと上浅尾発電所、上流の桜ダム、桜発電所を活用し、短時間だけ、上浅尾ダム直下の水量をゼロにする水位冷作戦を決行。ダムから900メートル下流で、当該車両を発見した。 水位霊作戦はその後も実施され、車内から一遺体を収容した。残りの乗客はすでに流されていたため、捜索範囲は下流の川辺ダムから伊勢湾にまで広げられた。水位霊作戦は洪水調節能力のない上朝尾ダムにとってダムを決壊させかねない危険な捜査であった。しかし、懸命の捜索活動にもかかわらず、最終的に乗員、 乗客107名中104名死亡という、日本バス事故史上最悪の惨事となった。現場には、慰霊碑として、天津白木区の塔が建立され、以来清掃作業は、上朝尾発電所の所員によって毎月行われている。上朝尾ダムへは、美の鴨市から国道41号を、下路温泉、高山市方面へ進み、約2 0トルほど国道を道沿いに進むと、 左側に見えてくる。途中道の駅ロックガーデン1層を越え、上朝尾橋を渡ると左手に、上朝尾発電所、新上朝尾発電所が見え、天津白木区の塔を過ぎると、すぐ到着する。ただし駐車場などはない。公共交通機関では、JR 高山本線、白川口駅が最寄りの駅になる。高山本線からだと国道よりもダム全体を眺める。 ことが可能である。河川法では高さ15.0メートル以上をダムと定義しているため、これに満たない上浅をダムは法律上では席の扱いを受ける。関西電力の前進、中部電力の前進、白川町の前進後の国鉄。JR 東海の前進正式な九州合併は1927年10月のことである国土交通省中部地方整備局の 全身河川法では高さ15.0メートル以上をダムと定義しているため、これに満たないナクラダムは法律上は席の扱いを受ける。農林水産省の全身、独立行政法人水資源機構の全身、ゲロ市の全身、ありがとうございます。